あんたも飽きないね。正直ここまでとは思わなかったよ。あんたおかしいんじゃないの。昔私が父に技を教わってた時はあんたみたいに自発的にはなれなかったよ。今だってそう。対人格闘術なんて役には立たないんだし、正直あんたやエレンのような人が不思議で仕方ない。あんたらのような兵士ごっこしてるバカに囲まれていても馴染めそうにない。その通りだ。コニー、サシャ、どうしてここに。訓練ならもう終わったでしょ。訓練の後にお前らが面白いことしてるって聞いたからさ。それより兄、お前そんなこと考えてたのかよ。は、いや。そうですよ兄、水臭いですね。あ、今度みんなでどこかに出かけるってのはどうです。いいよそういうのは。何言ってるの、あんたまで。よし、決まりだな。今度の非番の日、弊社の前で集合だな。すっぽかさないでくださいよ。分かったよ。